柔道でのオモプラッタオモプラッタは、ブラジリアン柔術などで使われる関節技の一種である。オモプラータとも呼ばれる。柔道での正式な分類では、腕座膝肩に包含される。高線柔道や柔道の俗称では三角間、体肩腕座と呼ばれる。手で相手の腕を取り、膝で相手の肘関節を極める技。一般にガードポジションで、下の選手が、 上の選手の左腕を持ち、右足を相手の前から左脇を通して肩付近に絡めて、そのまま両足を左に出す横座りをし、相手の左腕を背に曲げて、肘を極める取る技である。足をかけた状態で腕側から回転して背後に移る方法もある。極め技としては、文字通り、肩関節を極めることになる。柔道では肘を極める。やり方は、 これだけではなく、上から下の選手にかけるものなどもあり、連絡技も多い。簡単に説明すると、相手の腕に足を絡めて、背中に回る技である。単純に、その体勢を言う場合もある。相手が肩や腕を極まるのを嫌い前転して、その結果、スイープになったとしたら、それはそれで、オモプラッタの目的は果たしたとも言える。相手がこられた場合に全三角締め、 下からの腕、ひしぎ逆十字固め、惚れたスイープ、手首固めに切り替えることも可能であり、汎用性が高い技である。総合格闘技でも柔術家が、稀に強突き仕掛けるが前転による脱出が容易である。ため、直接一本につながることは少なく、前述の通りスイープも視野に入れた技である。年月日のプライドグランプリ決勝戦で、マウリシオ将軍が、 ヒカルド・アローナからオモプラッタを取ったことで、ブラジリアン柔術黒帯を取得するなど一種のシンボル技でもある。アントニオ・ホドリゴのゲーラ、ヒカルド・アルメーダなどがよく使う。ありがとうございます。